お兄ちゃんお兄ちゃんもしかして寝ぼう日は一緒にお出かけするって約束でしょ早く起きてよー。 喉が痛い頭も痛いちょっとおでこ貸してあっすごい熱大丈夫ってどう見ても風邪じゃんもうどうして早く言わなかったのあーもうお兄ちゃん動くの禁止お出かけなんていいから 早くベッド行って最近忙しいんだから体調管理はしっかりしてって言ったのにああ違うの怒ってるんじゃなくてそのこれでも心配してるのお兄ちゃんのことごめんね 急にお出かけしたいなんて言ってお兄ちゃんが疲れてるの知ってたのに今日は私がそばについてるからちゃんと休んで私はお兄ちゃんと一緒にいられたらそれでいいから心配しなくても大丈夫私全然風邪ひかないでしょ だからうつす心配なんてしなくていいのお兄ちゃんは自分のことだけ考えててわかった朝ごはんまだだったよね食欲あるそっかでも何か食べないと早く治らないからちょっとでも食べて。 確か冷蔵庫にゼリーがあったはずだから取ってくるねお待たせーちゃんと寝てたよかったーそれじゃあよいしょはいあーん何恥ずかしがってるの そんなこと言ってる場合じゃないでしょほら早く食べて私まで恥ずかしくなってきちゃうじゃんううん何でもないほらあーんよく噛んで食べてねもう少し食べられそう じゃあ、もう一口ああん <laughs> ちょっと顔色良くなってきたよかったーお腹も空いてきたそれじゃあもう少し食べよっかあーん <laughs> なんか お兄ちゃんなのに子供みたいっていうかちっちゃい子のお世話してるみたいで面白くなっちゃって <laughs> いつもは私が甘えてばかりだからたまにはこういうのもありかなって今日は特別風邪が治ったらちゃんとお兄ちゃんに戻ってよね 眠たたくなってきたいいよそのまま寝ちゃって私、お兄ちゃんが寝るまでそばにいるからね安心しておやすみお兄ちゃん元気になったら今度こそ遊びに行こうね